通販サイトヤフーショッピングの中では広告料を多く出した業者の商品が見やすい場所に表示されるサービスがありますがヤフーは広告を出すよう呼びかけるページで通常の検索結果と差異のないデザインで表示されるためいかにも広告という印象を与えずにお客様にアピールできると記載していました。 ヤフーはこの記載が広告であることを明示せずに宣伝するステルスマーケティングを推奨する可能性があると判断し昨日記載を削除しましたヤフー広報室は行き過ぎた表現だったと説明した上でお客様、出店者様にとってより良いサービスになるよう改善を続けると話しています。